ロシアのプーチン大統領は25日、国家安全保障会議の高官会合を開き、核兵器の使用指針を定めた国家文書、核抑止力分野における国家政策の基礎を改定する方針を示した。改定の原案も提示した。それによると、ドローンや巡航ミサイルを含む多数の飛行兵器がロシア領内に侵入した場合、ロシアは核兵器で反撃できると明示。また、核保有国の支援を受けた非核保有国がロシアを侵略した場合、ロシアに対する合同攻撃とみなすと新たに規定する。ロシアは事実上、核兵器を使用できる条件を拡大する形。改定は2020年以来となる。ウクライナ侵略を続けるロシアは、ウクライナが欧米製ミサイルによるロシア国内攻撃の許可を欧米に求める中、核兵器で対抗する姿勢を示して許可を見送らせるとともに、ウクライナにロシア国内へのドローン攻撃を躊躇させる構えだ。また、ウクライナと同国を軍事支援する欧米諸国に対して、核兵器を使用する可能性を改めて示唆して、軍事支援を停止させ、交戦を断念させる思惑もあるとみられる。プーチン氏は会合で、政治軍事情勢が劇的に変化しており、ロシアと同盟国に軍事的脅威が生じていると主張。文書を現状に適合させることが改定の目的だと述べた。さらに今回の改定により、ロシアは同盟国ベラルーシが攻撃された場合にも、核兵器で反撃できると定めるとした。ロシアは基礎や上位文書、軍事ドクトリンで、核兵器を使用できる条件の一つに、敵の通常兵器による攻撃で国家の存立が脅かされた場合と規定。この規定に基づき、ロシアがウクライナに核兵器を使用する恐れが懸念されてきた。しかし、ウクライナのゼレンスキー大統領は、8月に着手したロシア西部クルスク州への越境攻撃などを例示し、ロシアが主張するレッドライン、越えてはならない一線は虚偽だと判明したと指摘。欧米に供与ミサイルによるロシア国内攻撃の許可など、より積極的な支援を求めている。このタイミングでプーチン氏が核使用指針の改定を公表した背景には、ゼレンスキー氏の言動を抑え込む思惑もあるとみられる。来年のウクライナへの軍事支援が危うい状況だ。一部の支援国は資金確保に苦戦し、支援拡大に消極的な国もあるためだと、事情に詳しい関係者が明らかにした。非公表の会話内容だとして、匿名を要請した関係者によると、ロシアによる侵攻から3度目の冬を迎えるにあたり、ウクライナは西側の支援国に約束を果たすよう説得するのに苦労している。必要な弾薬やミサイル、攻撃をかわすためのハードウェアなどを調達する能力で上回っているのは、ウクライナではなくロシアの方だ。これはロシア経済が戦時体制を取っているのに対し、ウクライナ支援国はそうではないからだと、やはり匿名を条件にした関係者の一人が語った。来年のウクライナ軍事支援の多くは、主要7カ国、G7 主導の融資に連動している。融資は総額500億ドル、約7兆1600億円規模に上り、ウクライナに返済義務はなく、ロシア中銀の凍結資産が生む利益を返済に充てる仕組みだ。だが支援国はこの最終的な詳細で依然まとまらず、米国はハンガリーが欧州連合、EU の措置を阻止することがないよう確約を求めている。落としどころが見出せなければ、融資の額は減る可能性がある。米欧、ロシア資産を活用した対ウクライナ500億ドル支援で合意に近づく。これが決着できるとしても、500億ドルはウクライナがもう1年戦争を続けるために必要な支援としては依然十分ではなく、支援国はさらなる措置を検討する必要があるだろうと関係者は指摘した。ウクライナ政府は来年の財政赤字を国内総生産比 19% と予想。赤字の穴を埋めるには約350億ドルが必要になるとシュミハリ首相は8月に説明した。国際通貨基金 IMF と EU の支援で埋められる見通しだが、
なお約150億ドルが残る。 G7 の融資の一部をこれに充てる必要があるかもしれないと当局者はこれまでに述べていた。これに加え軍事的な資金も必要になる。 G7 が弾き出した500億ドルは米国と欧州主要国が昨年1月から今年6月までに実施した軍事支援にほぼ匹敵する。ドイツのキール世界経済研究所 IFW がまとめたデータによると、この期間内に米国が提供した支援は約315億ユーロ、約5兆円。ドイツ、英国、フランス、イタリアの支援は計約157億ユーロだった。一部の国は全ての支援を開示しているわけではないことから、この数字には軍事支援の全てが含まれていない可能性もある。また発表された支援が完全には実施されていない場合もあるだろう。いずれにせよ、ウクライナは弾薬やミサイル、対空防衛強化で支援国の援助に依存している。支援国に迫る資金不足はウクライナにとって危険な時期とも重なり、ウクライナが弱い立場から交渉に入ることを強いられる恐れもあると関係者は述べた。ある欧州政府の評価によると、ロシア経済は2026年にきしみが目立つようになり、時間はロシアに味方しているというプーチン大統領の思い込みを覆す動きが出始める可能性がある。このため来年はとりわけ重要になる。イランや北朝鮮からの供給を得て生産が後押しされているロシアは戦争遂行に資金を投入し続けている。ロシアの来年の国防予算は13兆2000億ルーブル、約20兆3500億円と GDP 比 6.2% に上る。来年の政府支出の約4割を防衛と安全保障関連が占める見込みだ。一方、ウクライナ支援国はそれぞれ財政上の制約に直面している。ドイツは憲法で定められた債務ブレーキが足かせとなり、ショルツ首相がウクライナへの新たな追加軍事支援を承認しない意向を国防省に伝えたと同国メディアが報道。フランスの新政府は EU から財政赤字を縮小するよう圧力を受けている。イタリアのメローニ政権も支出をめぐる公約に縛られる可能性がある。ウクライナは戦争がなければ破綻していた国だ。日本を含む G7 諸国から支援を受けて債務の付け替えを行っている。以前から高学歴の若者を中心に国民の 15% が国外流出していた国でもある。ソ連崩壊でウクライナという国ができたが、国家運営はできず右肩下がりであり、それがネオナチの台頭やクーデターの繰り返しを招いた。ゼレンスキー側近たちが匿名で米タイム誌に語ったが、ウクライナはロシアの侵攻があると数ヶ月で勝って英雄になれると喜んでいたという。英雄になって NATO や EU にたかれると思っていたのだろう。ところが戦争は終わらず、勝てると言っているのはゼレンスキーだけで、みんな不正に私腹を肥やしているという。勝利計画は NATO がウクライナを招待し、ウクライナは供与された武器でロシアを長距離攻撃することを柱とする。いずれもお断りされている。日本が尻拭いをさせられないようにしたい。ドローン攻撃に核反撃も。ロシア核使用条件を拡大へ。ウクライナ欧米に抗戦断念迫る。 NATO が侵攻なら核反撃。ベラルーシ大統領ロシアに呼応。ロシアの同盟国ベラルーシのルカシェンコ大統領は27日、NATO がベラルーシに侵攻した場合は、核兵器で反撃すると述べた。タス通信が報じた。ロシアのプーチン大統領が25日、ベラルーシが侵略された場合は、核兵器で反撃するとの核ドクトリン改定案を公表しており、ロシアの動きに呼応した発言。ルカシェンコ氏は、ベラルーシへの攻撃があれば、第三次世界大戦だと指摘。侵略してくる可能性があるのは NATO だけだとし、特にポーランド国境には米軍やポーランド軍が展開していると述べ、侵攻されればロシアも加わり反撃するとした。 NATO が侵攻なら核反撃。ベラルーシ大統領ロシアに呼応。
確かに2022年はベラルーシ側からロシア軍が侵攻しましたし、ウクライナがベラルーシに侵攻しても国際社会の批判は小さい気はする。ウクライナはロシア側に侵攻を仕掛けるよりもベラルーシに仕掛けた方がロシアの情報を引き出せる可能性はあるのだろうか。もしゼレンスキーが失脚を恐れて戦争を長期化させたいなら、ロシアと戦い続けるよりもベラルーシとの戦いに切り替えた方が良いのかも。ウクライナとロシアの直接対立が軟化すれば、西側は対ロ制裁を緩められるし、ロシアもベラルーシに代理戦争をさせれば良いだけになるかもしれない。